リカーブ棒リカーブ棒は弓の一種である。リム本体のカーブに対し、両端に反りがあるため、リカーブ棒と呼ばれる。リカーブのある弓はそうでない弓に比べて、多くのエネルギーを蓄え、優れた効率で矢にエネルギーと速度を与えるため、従来の弓よりも短く作ることができた。これは、矢部や森などの長い武器が使用しにくい環境や、馬上で使用する際に有利だった。 通常より弓本体への負担は大きくなり、また発射音もうるさくなる傾向がある。弦を外した状態のリカーブ棒は人によっては紛らわしい形状をしており、ネイティブアメリカンの使用した弓が持ち主を離れて外部のものの手に渡った際、誤って逆に弦が張られたまま使用され壊れてしまうことがあった。アーチェリーにおいてはオリンピック競技に使用され、 日本で最も普及している。大きく分けてワンピース棒とテイクダウン棒の二つに分かれる。現在はテイクダウン棒が主流。弓の構成は主にハンドルライザー、リム、スタビライザー、サイトからなっている。なお、リカーブ棒からスタビライザー、サイト、クリッカー、プランジャーなどを外して原始的な体型の弓がベア棒になる。 競技の規定範囲内でのスタビライザーの使用は認められる。アーチェリーの弓具は主に以下の道具で構成される。ありがとうございます。